3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。はあ、本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタレンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、首席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ、本音を。おい、ジャン、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎、4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。ふっ、そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。やった。
俺は…おい、何やってんだよ。母さんがまだ…エレン、ミカサ…生き延びるのよ。行かないで…やめろ！マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。もう家に帰りて。おい、調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、上官の食料庫からお肉取ってきました。サーシャ、お前独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類は
ようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。訓練をやってやる。まず目の前のこいつを倒す。やっ、このでけえ害虫が。このでけえ害虫が。通りやれば十分巨人と戦えるぞ。潰されるところだった。このでけえ害虫が。どうだ。仕上がれ。どうだ。このでけえ害虫が。
追加。こいつはさっきより大きいぞ。一人でやれんのか。出やがれ。エレン、一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。ありがとうな。おお、みんなでやればなんとかなるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう、5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。
俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。